どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットポイント購入最大 50% 増量キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今回ですね、マリオットポイントを購入すると最大ね 50% 増量していただけますよっていうねキャンペーンが来ております。でですね、今回のこのキャンペーンなんですけども、購入自体をですねユニオンペイっていうので利用していただくとですね、さらにね 10% オフねしてくれるっていうキャンペーンになっておりますので、まあこのねユニオンペイっていうのはですね、持ってる方ね銀聯カードが必要っていう風になりますんで、まあ持ってる方かなり少ないかなと思うんですけども、もしね保有されている方であればですね、こちらでね購入していただくとかなりお得になるっていうのと、またですね私自身はですね、このマリオットボンボイポイント購入っていうのは基本的にねおすすめしてないんですよね。まあ購入するとね高いんでね。ですので、まあ今回のキャンペーンでねおすすめできる人っていうのは、今後ねもうすでに予定が決まっていて現金決済よりポイントを購入して予約した方がね安い方、もしくはですねポイント泊で5連泊とかを利用して、5泊目無料っていう特典がありますよね。こちらを利用される予定のある方はですね、まあいいのかなっていうふうに思いますので、まあそれ以外の方はですね基本的に結構高いんでねスルーでいいかなっていうふうに思います。でまたですね、今回ねポイント購入ねすることができるんですけども、私の動画でね何回も言っている通り、マリオットポイントっていうのは来月からですね、ポイントっていうのが今はねシーズン制っていうシーズンの中でポイントが決まっていて、宿泊予約がねできるようになってるんですよね。まあこちらねカテゴリー別のシーズンのこの必要ポイント数なんですけども、今はねこの枠でしか変動しないんですけれども、3月からですねこちら変動制っていう風になっておりまして、まあ2022年に関してはですね仮運用っていうね、状態なんですけれども、2023年からですね本格運用になるということで、おそらくですね今のねマリオットポイントの価値っていうのはそのままね維持することは難しいかなっていう風に思いますので、まあ今回ねポイント購入される方はですね、もう購入後ねすぐ利用する予定のある方っていった形になりますんで、まあこの点ね覚えておいていただいて、今回の動画ね見ていただければなと思います。それではですねキャンペーンの詳細ね、いきたいと思うんですけども、キャンペーン期間は2022年の2月の15日の23時からですね、2022年3月24日の13時59分までっていう風になります。で公式サイトはですね概要欄ね載せておきますので、まあ、購入される方、確認されたい方はですねそちらからね見ていただければなと思います。ちょっとね時間の方ですね、私の方でね日本時間に変えておりますので、公式サイトでねちょっと時間が違いますんで、この点はご注意ください。で3月のね24日13時59分までねキャンペーン自体はやっているわけなんですけども、まあギリギリでね購入されるのもねあんまり良くないかなと思いますので、購入される方はですね2022年の3月の23日までにね購入していただければなと思います。で今回のねボーナスポイントなんですけども、条件がですねありまして、2000ポイント以上ね購入していただくと今回のねボーナスが対象になるっていう風になっておりまして、またね今回ボーナスの倍率なんですけども、最大 50% 増量キャンペーンっていう風になっておりまして、またね購入するポイントによって40だったり45だったりしますので、この点ね注意してください。2000ポイントから9000ポイントねの間だと 40% 増量っていう風になっておりまして、1万ポイントから3万9000ポイントの場合だと45% 増量っていった形になります。で4万ポイント以上ね購入していただくとですね 50% 増量がね、作っていった形になりますんで、もしね今回ポイントをね購入される方はですね、基本的に4万ポイント以上ね購入していただいた方がね、お得になるのではないのかなと思います。で上限がですね年間10万ポイントまでしかねマリオットボンボイポイントは購入することができませんので、2022年にですね入ってから10万ポイントね購入されている方は今回のねキャンペーンは購入することができません。でこの年間10万ポイントっていうのはですね、今回みたいに増量でボーナスがつきますよね。このボーナス分に関してはこの10万ポイントのねカウントには入らないっていった形になります。でポイントのね付与自体は購入後72時間以内にね付与されるっていう風になっておりまして、またですねマリオットボンボイポイントはですね購入するのに条件がありまして、新会員の方はですね30日経過しない
ないと、このマリオットポイントっていうのはね、購入することができませんので、この点はね、覚えておくようにしてください。で、マリオットボンボイポイントのね、この購入キャンペーンでね、毎回質問いただくんですけども、このマリオットボンボイポイントっていうのはですね、購入していただくと、クレジットカードでね、決済していただきますので、こちらのね、SPG アメックス、2月の24日から、マリオットボンボイプレミアムカードになる SPG アメックスなんですけども、こちらね、マリオットボンボイのね、ホテルで利用すると、ボーナスポイントがね、もらえますよね。で、これが対象かどうかっていう話なんですけども、ポイント購入に関してはですね、対象外っていう風になりますんで、100円につき3ポイントはね、つくわけなんですけども、それ以上のね、ボーナスポイント部分はね、つかないっていう風になりますんで、この点ね、覚えておいていただければなと思います。で、前回からですかね、このマリオットボンボイポイントっていうのは、ユニオンペイでね、支払っていただくと、10% 割引はね、受けられるっていう風になっておりまして、銀聯カードのですね、62から始まる番号のね、クレジットカードで購入していただくと、10% ね、オフが受けられるっていう風になりますんで、まあ、日本国内でですね、持ってる方、かなり少ないと思うんですけども、もしね、保有されている方であればですね、こちらで決済していただくとですね、10% オフでね、マリオットボンボイポイントを購入することができますので、かなりいいのではないのかなと思います。もうずっとね、継続的にマリオットボンボイポイントね、購入していくよっていう方であればですね、この銀聯カードね、発行検討してもね、いいのではないのかなと思います。またですね、先日私がね、発行したこちらの、レボリュートカードですね。こちらね、メタルカードでね、会員になられた方ね、まあ、そんなに多くないと思うんですけども、中にはね、いらっしゃるかなというふうに思います。で、このレボリュートカード自体はですね、外貨決済手数料がほぼかからない、すごいね、お得なカードっていう風になってるんですよね。で、マリオットボンボイポイントの購入っていうのは、外貨の決済っていう風になりますんで、こちらで購入していただくとですね、外貨決済手数料がほぼかからないでね、購入することができるっていう風になりますんで、もしね、レボリュートカードね、保有されている方は、こちらで決済していただいて、またね、メタル会員ね、なられた方は、2022年の3月31日までですね、5% 還元っていうのがね、今受けることができるっていう風になりますんで、このマリオットボンボイポイントね、購入していただいてもね、この 5% 還元ね、受けれると思いますので、もしね、保有されている方でメタル会員になっている方はですね、結構いいのではないのかなと思います。で、このね、先ほど話したユニオンペイに関してなんですけども、こちらね、割引条件がありまして、1会員様あたり5名、最大5回まで割引を受けることができるっていう風になっておりまして、合計310ドルのね、割引っていう風になりますんで、これ以上のね、割引は受けられないっていう風になりますんで、この点はね、注意しておいていただければなと思います。それでは次にですね、今回ね、マリオットボンボイポイントが増量キャンペーンということで、1ポイントね、いくらぐらいで購入できるかっていう話なんですけども、まずね、こちらの表ね、私の方で作らせていただきました。で、今ね、1ドル、先ほど調べたら 115.66 円ということで、このレートでね、計算させていただいております。で、一番上のね、まず1000ポイントのところを見ていただきたいんですけども、1000ポイント購入するのに、価格は10ドルということで、で、今回ね、増量キャンペーンは2000ポイント以上ね、購入していただかないと増量つきませんので、1000ポイントの場合はなしですね。で、合計ポイント1000ポイントで、今のレートで計算すると 115.66 円で計算すると1156円になって、で、外貨決済手数料っていうのがですね、必要になります。まあ、この外貨決済手数料はですね、先ほどのレボリュートでとかですね、支払うと必要ないんですけども、この SPG アメックスはね、支払うとですね、アメックスの場合はだいたい 2% の外貨決済手数料がかかりますので、まあだいたいこのぐらいになるかなっていうところですね。で、それを計算ね、考慮入れると、1ポイントね、1.17 円でね、購入することができるっていった形になります。まあ、こんな感じでね、この表をね、参考しにしていただくとですね、今回ね、2000ポイントから9000ポイントの間は、増量がね、40%。1万ポイントから3万9000ポイントまでがボーナスが 45%。で、4万ポイント以上ね、購入していただくと 50% のね、増量がつくっていう風になりますんで、もしね、ポイント購入される方であればですね、4万ポイント以上ね、購入していただくとですね、50% 最大のね、増量分がつくっていう風になりますんで、まあ、ここら辺をね、購入していただければなと
思います。ちょっとね、あの 45% とか 40% だとね、ちょっともったいないかなっていうふうに思いますので、もし購入されるのであればですね、ここら辺をね購入していただければなと思います。まあ 50% 増量で、まあ、1ポイント0.98円ということで、まあ、今後使う時にですね、1ポイント0.98円以上でね利用していただければね、まあ、お得になるっていう感じですかね。まああのユニオンペイのね割引分もちょっと入れさせていただいたんですけども、やはりね 10% オフがねいただけるっていう風になりますんで、かなりねあの価格差はすごいですよね。1ポイントね 0.86 円ぐらいまで下がりますんで、やっぱりねユニオンペイ使える方であればですね、こちらでね購入した方が、まあ、お得って言った形になりますよね。まあこんな感じですかね。まあ冒頭にも言いました通りね、マリオットボンボポイントね購入していただくのはですね結構高いっていう風になりますんで、購入される方はですねよくね検討していただいてですね、利用ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイポイント購入最大 50% 増量キャンペーンね解説させていただいたわけなんですけども、今回ねキャンペーンが3月の24日までやるということで、まあ、マリオットボンボイポイントがですね変動制に変わるのが、まあ、3月からって言われていますので、まああとね半月ちょっとでね発表があると思うんですよね。ですので、まあ十中八九はねポイントの価値っていうのは今年は少しは下がると思うんですよね。で来年からもっと下がると思ってるんですよね、予想的には。ですんでね、今回のポイント購入はですね、まあ増量ねキャンペーンで来ておりますけども、本当に購入する方はですね基本的にはねすぐ予約入れている方がねおすすめっていう感じですかね。マリオットボンボイポイントのねこの購入キャンペーンね、そろそろ来るんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけども、ちょっとね最大 50% だったんで、もう一声ね来てほしかったなっていうふうに思いますかね。今までね過去最大はですね 60% 増量キャンペーンっていうのが2年前ぐらいにねあったんですよね。ですんでね、そのぐらい来るかなっていうふうに思ってたんですよね。その変動性もね控えているんで、まあ、ちょっと今回のでね多めに販売するかなみたいな感じで、まあ、増量キャンペーンもねかなり拡大してくるかと思ってたら最大 50% だったんで、まあ、そこまででもなかったなっていうところですかね。いずれにしてもですね、ポイント購入自体がね結構お金がかかりますので、まあ今ね海外にね気軽に行ける状態じゃないんで、まあ、海外のホテルとかですねマリオットボンボイポイント使った方がお得になるケースはねかなり多いんですけども、まあ、なかなかね行きづらい状態でもありますので、まあ、購入される方はですねよくね緻密に検討していただいて、どっちがお得かね見極めていただいて利用ねしていただければなと思います。でいつもね言っておりますけども、ポイントねマリオットボンボイポイント購入される方はですね、アメリカのねポイントサイトトップキャッシュバックね経由していただけると 2.5% 還元のねキャッシュバック取ることができますので、こちらもね忘れずに経由していただいてですね購入ねしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。